皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。佐藤です。今回はですね、ちょっとガレージからロックについてちょっとね語ってみようかなと思ってるんですけど、洋楽はちょっとそっちに置いておいて、邦楽ね、日本のちょっとロックについてね、日本のロックシンガーといったらまず矢沢永吉 A ちゃんですね。僕も大好きなアーティストの一人なんですけど、ちょっと A ちゃんのことについてね、今日はちょっと掘り下げていこうかなと思ってますよ。それでは早速今週もグダグダガレージ行ってみましょう。はい、ということでね、グダグダガレージからやっていきますけど、まずはですね、これはですね、今出してるのは昔僕ライブ行った時のチケットの半券っていうんですかね、今は電子チケットになってんでね、こういうチケットとかないんですけど、前行ったライブのチケット、これね、2002年のトトのライブとかね、チープトリックとかね、チャーとかジェフベックとか、ジェフベックはね神奈川県民ホールで見たんですけどね、この時ちょうどねエピソードというか、開演前にちょっと近所で、会場の近所でね、ちょっといっぱい飲んでたんですけど、ちょうどハウンドドッグって知ってるでしょ、ハウンドドッグ のギタリストの西山武さんと一緒になってね、僕らバンド T シャツとか着てたもんですからね、もう分かるんでしょうね、なんかね、やっぱ来たのとかってなんか声かけられてね、で一緒に会場まで行った覚えがありますけどね。あとクイーンはね、ポール・ロジャース時代にね、これ2005年ですね、2005年にね、横浜アリーナかな、クイーン見に行ってね、この時ね近くに金髪の髪の長いおっさんいるなと思ったら、あれ内田裕也さんいたりね、結構やっぱり大物外たでっていうか、外国アーティストが来るとやっぱり日本の大物の人たちも見に行くんですね。てなわけでですね、まあ、本題ちょっと A ちゃんのことについてちょっと語ってみようかなと思うんですけどね、 A ちゃんのこれチケットもね、前行ったチケットとかちょっと取ってあったので、今はね電子チケットになったので、これはチケット代わりのなんていうか記念のそのカードっていうかね、こういうのは座席に置いてあるんですけどね、このカタログはですね、これは2019年ですから4年前ぐらいかな、ロックマストゴーンツアーっていうね、 A ちゃんが7年ぶりぐらいでねニューアルバム出して、そのツアーだったんですけどね、新曲も聴けて仙台に行ったんですけどね、よかったですね。あの時もねコロナ前ですからね、大盛り上がりでね、思い出深いライブだったですね。いつかその日が来る日までっていうね、なんかテレビも出てましたね、なんかフジテレビのタモさんのミュージックステーションかなんか、どっかのビルの屋上かなんかでねライブやってましたね。このねコースターとスタンプなんですけど、これは去年ね50周年ライブで僕新国立競技場行ったんですけど、その時にね A ちゃんのオフィシャルショップが赤坂にあってね、そこでもらったやつですね。で次はロックンロールっていうこのツアーもあってね、これは2009年に行った時のパンフレットなんですけどね、これ中にフライヤーが入っててね、スキマスイッチとかね、バービーボーイズとか知ってますか、バービーボーイズ懐かしいですね、共同東北っていうね工業主のこれフライヤーなんですけどね、でこれパンフレット2009年のロックンロールツアーのパンフレットでした。で去年なんですけどね、2022年 A ちゃんの50周年ライブってことでね、新国立競技場で、ライブやったんですけど、ね、それを僕行ったんですよ。ちょっとねその時の模様をちょっと振り返ってみようかなと思います。
随分バスクしてくれ。この日はですね、8月27日土曜日ですね、庄内空港から朝一便でね、羽田に向かって行ったんですけどね、この時はね、後輩の石原君と一緒に行ったんですけどね、もう東京まで1時間で着くんでね、もう楽ですね。で、ここがですね、東京の赤坂にあるダイヤモンドムーンっていうAちゃんのオフィシャルショップです。もうファンの人たちがいっぱいでね、僕たちも並んで入りましたよ。はい、ということで、このお皿とね、この
さっきのスタンプとのコースター、これねダイヤモンドムーンでもらってきたやつなんですけどね、ハンバーガーとコーラセットにね、このお皿もついてきてね、もらってきました。でこれがね、あ、 T シャツがね、2009年のロックンロールツアーの時の買った T シャツですね。だから14年前ですね。でこのタオルがですね、今年あのチケットを取れなくてね、仙台も取れなくて、もう日本武道館も取れなくて、で後輩くんと石原くんがね、仙台公演の時買ってきてくれたタオルなんですけどね、今年のツアー、ウェルカムトゥロックンロールツアーですね。僕あのチケットやっとあの横浜公演、横浜アリーナでのねツアーのチケット取れたので、これから行く予定なんですけどね。ということでね、次回の動画もですね、ちょっとねまたその横浜に行った様子とかね、ちょっと今回と次回と2週にわたって A ちゃんの特集みたいにやれたらいいなと思ってます。Thank you.